東條英機は1884年に東京で生まれます。お父さんも優秀な軍人だったんですけど、出世が途中で止まっちゃったんです。そんなお父さんの夢を東條が引き継ぐような形になります。東條は勉強が得意っていう感じではなかったんですが、もうめちゃくちゃ努力して陸軍士官学校を上位の成績で卒業します。そして出世のために必須の陸軍大学を受験、3度目でようやく合格します。そして卒業するとヨーロッパ各地に赴任するようになります。ドイツに赴任している東條ら若手エリートたちがバーデンバーデンという土地に集まります。バーデンバーデンの密約を交わしています。当時の軍は長州藩出身の人たちで権力を独占していました。これを打破するために一致団結します。このグループはだんだん大きくなり、一石会という名前のチームになります。一石会は満州の利益の確保も目指しています。ということで一石会メンバーの石原幹事を中心に満州事変を起こし、満州を占領します。そして一石会の影響力は大きくなり、長州派閥の力が小さくなっていきます。バーデンバーデンの密約がどんどん実現していっています。しかし今度は行動派という派閥が出てきます。これに反対する人は統制派として固まり、軍が真っ二つになります。そして1935年、行動派の相沢三郎という男が統制派の中心人物永田鉄山を暗殺する相沢事件が起こります。永田の盟友だった東條はこれが許せません。そして翌1936年、行動派が226事件を起こすと昭和天皇がブチギレ、首謀者たちは処刑されます。この時関東軍の司令官だった東條は関東軍の行動派の人間をめちゃくちゃ取り締まります。永田への無念と天皇へのリスペクトが東條を動かしたんです。こうして行動派は滅び、統制派が軍を牛耳るようになっていきます。これを機に東條は指導者として注目されるようになります。1937年、盧溝橋事件が起こります。これが日中戦争に発展するわけです。満州にいる東條は東條兵団を率いて戦争に参加します。戦争はアメリカやイギリスが中国をバックアップしていて、それはもう泥沼の長期戦になります。そんな中1940年、東條は第二次近衛内閣の陸軍大臣に就任します。この時はもうアメリカとの関係もギリギリです。日本は資源確保のため東南アジアに進出しますが、これはアメリカの植民地を脅かす行為です。これに切れたアメリカは日本への石油輸出をストップします。このままではまずいってことで近衛は必死にアメリカと交渉します。アメリカは日本に中国からの撤退を要求します。近衛は東條に撤退を促します。しかしここで撤退したら自分たちが悪いって認めることになっちゃいます。これが軍のみんなの意見です。東條は撤退を拒否します。これで近衛は諦めて内閣を総辞職します。次の総理大臣には戦争回避という重大ミッションが課されます。そこで推薦されたのがなんと戦争賛成派の東條でした。東條はまあ天皇をリスペクトしてるんで、天皇が戦争回避せよって言えばそれに従うはずです。そして戦争賛成派の東條が戦争回避するって言えば戦争賛成派のみんなも納得するはずです。ということで東條が選ばれたんです。これには東條本人もびっくりです。そして昭和天皇と対面します。戦争回避せよ、わかりました。こうして東條英機内閣がスタートします。東條はアメリカに軍の撤退に関する情報案を提出します。それに対してアメリカは春ノートと呼ばれるどう考えても無茶な案で返します。ルーズベルト大統領は戦争をやる気です。日本としてももう交渉の余地がありません。日本はアメリカに勝てないという分析も出ています。でももう行くしかありません。東條は泣きながら天皇に戦争開始を伝えます。さあ1941年1月28日、真珠湾攻撃にて太平洋戦争が始まります。当初は日本がどんどん軍を進めていきます。しかし1942年のミッドウェー海戦からアメリカが押し返してきます。そもそも日本はアメリカから石油を輸出しているぐらいですから、国力はアメリカの方が上です。日本はどんどん押されていきます。こうなると東條の指導力にケチがつき始めます。そこで東條はアジアの国々を集めて大東亜会議を開きます。第二次近衛内閣の時からあった大東亜共栄圏の構想を発表します。欧米の植民地支配から解放されてアジアのみんなで協力しようよっていうやつですね。これによって日本がアメリカと戦う理由をはっきりさせます。また軍の意思決定をスムーズにするために東條は首相でありながら参謀総長にもなって軍の指揮ができるようになります。
ました。ただ首相が軍の指揮権を持つっていうのは異常事態なんで批判が殺到します。そして軍の指揮権を持った東条はマリアナ諸島を絶対防衛圏として兵を固めます。しかし1944年6月アメリカ軍にあっけなく破られてしまいます。これでさらに批判が集まった東条は内閣を総辞職します。そして1945年、日本が降伏して戦争が終わります。日本にやってきた GHQ は戦争犯罪者たちに逮捕命令を出します。9月11日、東条に対し逮捕命令が出されます。するとその日に東条は自分の右胸を拳銃で撃って自殺を図ります。しかし急所は外れていて、アメリカ軍の懸命の処置によって一命を取り留めます。まあ、GHQ としては裁判で東条に喋ってもらいたいですからね。そして1946年、東京裁判が始まります。東条は責任を取る覚悟ができていました。開戦の責任は自分だけにあって、昭和天皇は我々に説得されていやいや開戦に同意しただけです。天皇をかばったんです。自己保身に走る人ばかりの中、東条だけは覚悟を決めていたんです。そして1948年11月、平和に対する罪で死刑判決、12月に執行され、東条は63歳で亡くなります。さあ、雑司ヶ谷霊園ですね。ここに東条英機のお墓があります。まあ東条はね、戦争を始めた張本人ってことで悪いやつっていうイメージになりがちです。まあでもね、東条が首相になった時ってもう戦争避けられない状況でしたよね。軍もマスコミも国民も戦争やろうぜっていう感じでしたよね。でそれでね、いざ戦争になって劣勢になったら、みんな手のひら返して東条ふざけんなってなったわけですから、これ東条だいぶかわいそうな気はしますよね。でそれなのに裁判で責任を負って天皇をかばったわけですよ。それで天皇は刑罰を免れたわけですよ。そんな東条を悪者扱いするっていうのはちょっとダメなんじゃないかなって思いますよね。